久保さん集客できない人は何もやってないですね。なあまあ集客できないって結構な悩みであると思うんですけど、まあ、やってないですよね。うん。なんかね久保さんのリアルテンポで言うならば1万枚枚巻くとかねチラシ1万枚巻くとか。なんかまあとりあえずやりきれるとこまでやってないですよね。そのやりきれるまでやったあと言えばいいと思うんですけどやることやってないのにできませんみたいな。<laughs> それはできないよねと。 で自分でやりたくないんだったら金いっぱい使えって話ですよね。うん。だから無料で集客したいんだったらね、いろいろやればいいじゃないですか。だからまあ、これね、あのー、なんかよく言われるんですよ。久保さんもたまに言われることあると思うんですけど、何が一番集客できますかみたいな。いや、あの、全部やればいいんじゃないみたいな。<laughs> やれるんだったら全部やればいいんじゃない無料で使えるものいっぱいあるわけじゃないですか。だからやれること全部やればいいんじゃないだって、そっちの方が集客できる可能性絶対上がるじゃないですか。だって TikTok を見てる人もいるし、インスタを見てる人もいるし、Facebook を見てる人もいるし、YouTube を見てる人もいる。じゃあ YouTube は見てるんだけど Facebook は利用してませんっていう人もいるし、Facebook は日々見てるんだけど YouTube はあんまり見ませんっていう人もいるだろうし、全部やれば全部にリーチできる可能性は増えるわけじゃないですか。だから無料でいっぱいありますよね。だから全部やればいいんですよ。 でもやってないですよね、大抵はね。集客できないって言ってる人は。全部、全部、全部やりきってできませんっていう人は、多分いないと思いますね。いってらっしゃい。